つ。どうなってんだ。やっぱさっきのとこか。この反対側ってことか。もしもし、お疲れ様です。今雁木坂っていうところの、はい、なんか階段登った中間ぐらいのところにいて、はいはい、すいません。ひろしさんに来てもらいます。この下なんだ。この辺来ないから分かんないんだよな。違うっぽいな。あれ間違えたのか。階段行き止まりになっちゃった。あれ階段登るっぽいね。登ってすぐ左っぽいな。あ、じゃあ行くんだこれ。道選ぶの間違えたね。雁木坂さっきの言っちゃダメだったもしかしたらさっきの階段間違ってるかな。なんだよ、結局階段降りる。あ、降りるって言ってるね。ちょっとせっかく登ってきたのに降ります。え、ここ違うよな。さっきのとこか。じゃあれ、あ、違うな。やっぱ行くんだな。ちょっと分かんない。あ、分かんないな、これ雁木坂。どういうことだ。これはやっぱ行くんだ。行くけど、登りきっちゃダメで、ここ入ってくださいってこと？マジ？これ合ってんのか？絶対違うよね。ちょっとわかんないです。ちょっとわかんないです。ちょっと待ってください。この建物っぽいけどな、これ。ただ入るのはこうぐるっと回んなきゃ入れないと。これっぽいけどね。
いや上か下かこれ二択だな。お、下だやっぱり。すいません遅くなりまして。Very nice. Thank you. よかったです。いい感じです。よかったです。あざす。あざす。これあれだよね。はい、レコーディング終わりました。1時間ぐらいで終わったかな。思いのほか早く終わったんだけど、なんか大丈夫だったのかな。OK テック出てたんかな、ちょっと不安ですけどね。なんか11月ぐらいにリリースにこの曲はなるみたいなんですけど、日本のあの民謡かなんかの雨ですね。私はあの北原白秋の雨雨フレフレの方は昔アレンジやったことあるんですけど、今回そっちじゃなくてあんまり聞いたことないやつでしたね。でそれをアレンジし直してサムが歌っててベネット・クロダサウンドにしてリリースすると。でコンピレーションみたいな感じですね。今日もなんかこの後、3時からボーカルレコーディングが入ってるって言ってました。はい、戻ってきました。いやー終わってよかった。なんかちょっと心配だったんだよ。意外とスムーズに終わってよかったです。ふうで、落ち着いたとこなんですけども、もう一回出発しないといけません。というのはですね、帰ってる時にですね、まだあの神谷町かな、あの東京タワーのところで電車乗る時に電話がかかってきて、で体験レッスンお願いしますっていうこと でそれがね、世田谷教室の方を希望されてる方だったんですよね。で世田谷教室っていうのはずっとコロナになってからあの閉めてるので、そっちはちょっとやってないんですよっていうことだったんだけど、お子様で8歳らしくて、なんかやってみたいっていう風に言ってるからやらせてあげたいんですよっていうのを聞いて、そうだよなっていう、そのそれは、体験させてあげたいなって気持ちになったんで、じゃあ出張しますよっていうことで、出張します。はい。で8歳っていうのはね、前にレッスンやってたことあるんですよね。8歳の男の子、何年も前だけど。でその子はもうちっちゃいクラシックギターを持ってて、なんかイギリス生まれみたいな感じでね、イギリスでもギターレッスンを受けてて、ビートルズが好きでビートルズ何曲か弾けてみたいな感じだったの。もう8歳ですでに、お子様のギターをすでに持ってたんだよね。で今回ギター何も持ってないっていうことで、エレキかアコギかそれも多分分かんないと思うんだよ。だから持ってってあげようと思うんだけど、実際にね現物を見てなんか見た目かっこいいとかそういうので選んでほしいなっていうことで持ってこうと思うんだけど、どっちにしても大きいサイズしかないんだよね。まあ見た目で食いつきそうなのはさ、やっぱストラトだよね。アームついてるし、何これってなりそうだよね。でアコギはやっぱり定番だから、でも電車で行きますからね。今から背負って2本背負っていこうと思ってるから、エレキだとアンプが必要なんで、でアンプは持ち運べないからスピーカーがついてる状態だと、そうなるとオーディオインターフェースとパソコンのスピーカーでとりあえずエレキの音、まあしょぼいけど、まあ、こんな感じだよみたいなのは聞かせてあげられるかな。 iPad 持ってって iPad の方が音でかいかもしんないよね。これ iPad 繋がるんですよね。これと iPad でガレージバンドみたいなのがもしかしたら現実的かな。まあ実際アンプ買ってもらうのはいいんだけどね、そのエレキやるとしたら。もう出なきゃいけないんだけど、
あれ持ってくれよかったなみたいになんないようにね。ガレージバンドギターになってますよね。ダイレクトモニターしないでアンプ選んでディストーションモニタリングオン、これが一番わかりやすいんじゃない。あれあれ鳴ってないね。でもね、入力はなんか感じてる。この機械はダイレクト入れても関係ないです。あれボリュームも上がってるよ。あ、なるほど、 iPad では鳴らないんだ。このイヤホンからしか鳴らないんだ。そうか、オーディオインターフェースとしてこれ機能してるから。こっちでは鳴ってるってことでしょ。これ前やったか、この実験もしかして。あれ、あ、鳴ってますね。どうしよう。まあいっか、 iPad 持ってってみるか。でイヤホンで聞いてもらおう。それもありだよ。じゃあこれとアコギとウクレレも持ってく。ウクレレいりますか。ギターやりたいって言っててウクレレ持ってったらそれ似てるけど違くないってなっちゃうかな。体がちっちゃいことを考えるとどうすっかな。ウクレレはやめとくか。だよな、ギターって言ってんだもんな。一旦ギターで、そんで体験2回やってますから、2回目の時に今日の様子見て、もしウクレレもあれだったら今度ウクレレ持ってきますねみたいな感じにしましょうかね。まあ家で練習するっていうのもさ、アコギがいいってなった時に、じゃあ果たしてアコギの生音の音量ガシャガシャこう家で練習する時にこう鳴ってて平気なのかっていうのも親御さん的には気になるところですよね。実際の音量が家に来てみないと分かんないもんね。はい、それでは再び出発です。向かうは駒場灯台前ですね。初めております。世田谷教室がまだやってた頃はね、よく通ってはいましたけど、渋谷から行ってる時とかね、井の頭線沿いでしたよね確かね。なので一旦渋谷に出て井の頭線で向かいたいと思います。いや、子供の時のこういう楽器の体験って結構貴重だと思うんでね、なるべくやりたいと思ってる時に現物触らせてあげたいよね。通う通わないとかそういうのは置いといて、体験だけでもねさせてあげたいですよね。新しいお店オープンしてる。これブラッドお気に入りの店なくなりましたね。お疲れ様です。戻ってきました。ふう、もう汗かいたんで、もうシャワー浴びてきました。そして広がっちゃいましたね。とりあえず片しましょう。でね、結局ね、エレキ、はい、がいいってことになりまして、エレキを買うと。で、お子様用のちょっと小さいミニサイズのやつをね、買おうということになりました。でね、その子がね、左利きだったんですよね。でも一応両方なんていうかこう試してみたんだけど、やっぱり左の方がやりやすそうだったんで、左利き用のミニギターを探すということで、ちょっとハードルがそこはね高いですよね。ミニギターってそもそもそんなにないですから、それでさらに左利き用っていうのは結構珍しくなっちゃいますね。そして値段も、おそらくちょっと高めになっちゃうとは思います。よっしゃい。はい、水分補給してましたよ。 Wi-Fi でね、今日はこれで終了したいんだけど、まあ例によってあれだよね、明日の動画全然手つけてないんで、それはやんないとやばいですね。あ、でも行ってよかった。今日体験すごい嬉しそうにしてたから、お子様がやりたかったギターをこう目の前にこうねして、実際手に取ってこうジャーンってやってさ、どれだ
これ結局使わなかったです。でお母さんが結構なんかロック知ってたな。なんかフライング V とかエリック・クラプトンっていうキーワードが出てて、知ってますねみたいな。お母さん知ってますねみたいな。ロックが好きなのかな。はい、これやっぱりね、これダメだった。パタパタすぎて、ちょっと直そうか。これそもそもこれネジが1個ねなくなっちゃってて、ワッシャーっていうか、なんだろう、六角のボルトみたいなやつが、そのせいでね、このゆるゆるが止まんないんですよね。なのでどうやって直すかというと、結束バンドで一回ギュッとやるだけですね。結構ギュッとはなってるんだけどな、伸びちゃったんだろうね。でもなんか掃除してる時に、なんかもう六角のなんかボルトみたいなやつがコロってね、昔落ちてて、何のやつだろうなみたいな感じで、で捨てちゃったかどっか縛ったかしたと思うんだけど、もはや見つかんないよねそれは。あん時気づいてればよかったけど、いやまさかここ思わないよね。めっちゃタイトにして、はい、締まり良くなりました。あ、いいっすね。OK です、これで。治りました。むしろパタンって閉じなくなった。あ、そっか。こっち側に持ってきちゃったからか。こっち側に来てれば、これパタンって閉まる。どうなんだろう、このむしろパタンって。なってな。パタンする必要あんのかな、そもそも。ちょっとこう、バイーンってなってた。使いやすかったりします。チューニングして、はい、パタンってなってた方がいいのかい。いや、いいよ、もう気になったら直す、これでいい、とりあえず。